今日の女子の最終レース、女子 100m 平泳ぎの決勝、注目は4レーンの渡辺香菜子。予選で4高校新記録をマークしています。5レーンは鈴木聡美、この種目4連覇中、日本記録保持者です。まずは50のターン、渡辺香菜子が31秒6レーン、日本記録からわずかに遅れていますが、後半強い渡辺、そして5レーンの鈴木聡美が追い